はい、こんにちは。今回はですね、こちら、よう、今からお前んち遊びに行ってもいいかっていうゲームをやっていくんですけども、これ一応、ホラーゲームらしいんだけど、俺にはやべえゲームしか見えねえ。徒歩で来た。徒歩で来たんだ。高橋。というわけで早速、電話に出るでやっていきましょう。これがスタートらしいんだよ。斬新すぎるな。行こう。え?主人公の名前を入力してください。わかりました。なんで急にちょっとホラーテイストなんだ?ですね。はい。私、ポン太郎と申します。行きましょう。ポン太郎で始めますか?このなし、あ、そうだよ。このなしかありえねえよな。最強の名前だからな。覚えとけよ、お前ら。プルルルルル、電話か?夏休み中のポン太郎に一本の電話がかかってきた。見ていた昼前のニュース番組を消して、音のなる自室へ向かった。めちゃめちゃパッツンだな、お前。もみあげ部分は確かにちょっと俺に似てるかもしんねえけど、パッツンだな。なんか囲碁とかうまそう。夏休み中なのに、誰だ?遊びの誘いか?誰だよ。でもなー。今遊びたい気分じゃないしな。よし、やんわりと断ろう。まあ、そういう気分もあるよね。うん。なんとなくっていうな。そして今日は家でネットフリックス見てるか。ネットフリか、俺アマプラ派だな。なんかいたぞ今。なんかいるって。そうつぶやいていると、自室に着き、音の鳴る机に向かった。って、こんな家痛いんだよな、今俺。なんか、独特の時計あるな。これ、現代アートってやつか?使いにくそうな時計だな。なんだこれ?呼び出し音が鳴っている。スマホを手に取ろうとした瞬間、夫は病んでしまった。なんだ?あまりにも電話に出ないから、切ったのか?それはそうと、クーラーの効いた部屋で。ん?地面にいる。生きているのか、死んでいるのかわからないセミのように、再び鳴り始めた独特な感性してるな、こいつ。なるほどね。まあ、わかりやすい。わかりやすい例えではある。さっきのやつか?こんなにかけてくるから、相当大事なようなのか?画面には、非通知の文字があった。確かにちょっとホラーっぽいな。非通知からの電話とか。怖っ。今時非通知かかってくんのかな?緊急の用事なのか?てか、誰だ?ポン太郎はスマホを手に取った。もしもし、どちら様でしょうか?よう、高橋だけどよ、ポン太郎、高橋、お前誰だ?タイトルの高橋か?今からお前ん家遊びに行ってもいいか?タイトル回収じゃん。高橋?同じクラスにいるあいつか?そんなに仲良くないし、断るか。そんなに仲良くねえんだ。でも、電話番号交換してるのか。いやー、今ちょっと忙しくてね、手が離せないんだわ。最高の笑顔。めちゃめちゃいい笑顔。そうか。あてが、そんなことより、お前んち遊びに行ってもいいか?こいつ、人の話聞いてねえのか?ん?さっき俺、やんわりと断ったよな。聞こえていなかったのか?あの、用事があるので。すまんな、高橋。おう。俺らと遊ぶか。じゃあ今からお前ん家に向かうわ。こいつ。クソ迷惑だな。通話は一方的に切られてしまった。あいつは会話を知らないのか?すげえ顔してる。もう一度かけ直して。そうだ、あいつ、非通知からかけてきたから、こっちからかけ直せねえ。めんどくせえ。でも、高橋のやつ、俺の家、知ってるのか?そうだ、道を聞かれるかもしれないから、その時、電話が。再び、電話がかかってきた。高橋。やっぱり、高橋のやつ、俺の家、知らないんだな。この顔、
この顔面白いな。この顔ちょっとおもろいな。なんか、任天堂のミーみたいな顔。今度こそ断ろう。フォン太郎は電話に出た。もしもし、高橋か？よー、フォン太郎、お前、底抜けの明るさだな。なんだよ、お前。お前んち向かってるんだけどよ。なんか手土産持っていこうと思ってよ。あ、でもその辺の常識知ってるんか、お前。今、店にいて、右のやつか、左のやつかで迷ってるんだけどよ。どっちがいいかな？右のやつと左のやつ何か教えてくれよ。え？じゃあ、何か教えてくんねえから、とりあえず、遊べないとこもなんか来るの前提なんだろ？こいつは断っても。じゃあさ、左のやつにしようかな。うん、なんとなくね、真ん中にしましょう。左のやつかな？お前も情緒どうなってんだよ。めっちゃ笑顔じゃねえか。そうか。こっちを選ぶのか。人それぞれだからな。何を選んだんだ俺は。教えてくれ、高橋。店員さんよ、これをよ。明るいな、こいつ。通話は途中で切れてしまった。こいつマジで何買ったんだ？大丈夫かな？いきなり。なんだよ、この顔。この顔。この顔面白いな。いきなり聞かれちゃったからとっさに答えた挙句断るの忘れたよ。急に真顔なんだって。それよりも一体何を選んでいたんだ？まあ、数分後。あ、来た。玄関の方から音がした。もしかして、高橋が来たのか？いや、それはありえないな。俺んちの周りに買い物できるような店もないからな。うるせえな、ピンポンピンポン。連打すんな、高橋か？やべ、早く玄関に行かないと。ん？部屋の扉のドアノブに手をかけたとき、再び電話が鳴り始めた。また高橋か？でも、玄関の方でも待たせてるし。え？電話に出る高橋か？断りの電話の方が優先だ！玄関へ行くのを引き返し、電話を手に取った。もしもし、高橋？悪いんだけど、俺ん家で遊べないんだわ。あれ？高橋？聞こえてるのか？殺すって言われてねえか、俺。殺害予告食らってるんだけど。そこで通話は切れてしまった。え？殺すって言われたか？でも、そんなことを言うようなやつではないはず。高橋じゃないのか？もしかして、非通知だから高橋ではない可能性が。ああ、そういえば玄関で人を待たせてた。フォン太郎はスマホを手に持ち、大急ぎで玄関の方へ向かった。え？玄関に着くと、そこに人影はなかった。え？あれ？留守かと思って帰っちゃったかな？まあ、いっか。疑問を持ちながらも、頭の片隅にあったネットフリックスを燃やし、ウキウキでリビングに向かった。ネフリか。なんかいるって。カーテンの隙間になんかいるんだが。高橋に気を取られて、今日の予定忘れそうだったぜ。テレビリモコンを手に取り、電源をつけようと画面に向けた。誰だよ、高橋か？んだよ、高橋か？今から見ようってのに。あ、てか、非通知か。こいつは本当に高橋なのか？フォン太郎はしぶしぶスマホを手に取った。もしもし、高橋か？よう、高橋。もうお前ん家の近くに来てるんだけど、近くでフェスでもやってるのか？フェス？フェス？そんなのやってねえよ。てか、
今日は俺ん家で遊べないって言ってるだろ。なんか言ったらわかるんだよ。フェスなんかできるスペース多分ないもんな。遊べるって言ったり、遊べないって言ったり、おめえ変わったやつだな。え？遊べるなんて言ったっけ？お、もう見えてきたぞ。じゃあ切るな。でもなんか変な影があるからさ、高橋には来てほしい感あるんだよな。通話が切られ、その直後、インターホンが鳴った。ついに、来てしまったのか。それに遊ぶなんて一言も言ってないぞ。せっかく来たところ、悪いけど、追い返すか。ポンタローは、玄関の方へ向かった。玄関の扉を開けると、そこには手土産を持った高橋がいた。高橋、その T シャツどこで買ったんだよ、お前。よ、邪魔するぜ。よ、来たところで悪いんだけどよ、帰ってくんね。もう、開口一番で言う言葉ではねえよな。すると高橋は、悲しそうな表情を浮かべた。高橋、ごめんて、遊ぼうって、高橋。わかった。帰るよ。高橋、ごめんて。おう。電話では、話を全然聞かなかったのに、こいつ、こんなに聞き分けよかったっけ？高橋、ごめんて。高橋はうつむきながら帰っていった。なんか、いるんだが、心苦しいが、俺の時間のためだ。よし、リビングに戻って。閉めた玄関の扉の方から、気配を感じた。誰か、いる？鍵もしたもんな。もしかして、高橋か？こわ。L じゃん。私が L ですじゃん。そう思い振り返ると、見知らぬ女性が、敵な目を浮かべて、目の前に立っていた。お邪魔します。うわあ！いや、これはうわあだよ。バッドエンド、招かざる客、あ、え？選択肢を見せたってことかな。じゃあちょっと選択肢まで、行こうか。え、何バッドエンド、こーわ確かにこれホラーゲームだわ。あ、俺セーブしてね。はい、帰ってきました。とりあえずここまで来たんですけども。じゃあ遊べない。いや、右のやつにするか。右のやつかな。おー、お前ならこっちを選ぶと思っていたぜ。店員さんよ、これをよ、こっちは、好印象だな。とっさに答えたげく断るの。一体何を選んでいたんだ？数分後、あ、でも全然違うな。玄関の方から音がした。もしかして、高橋が来たのか？いや、それはありえないな。あ、違うのか。ここで、じゃあ、電話に出ずに、玄関に向かうか。外で待たせていたら、失礼だもんな。インターホンの鳴り続ける玄関へ向かった。はーい、今開けまーす。いや、いるな、女の人。しかし、扉の向こうには、人の姿はなかった。あれ？誰もいないな。ピンポンダッシュか？疑問を持ちながらも、頭の片隅にあった、ネットフリックスを燃やし、ウキウキでリビングに向かった。あれ？一緒かな？あ、でもなんか、ん？窓の外に何かいたような一瞬ね、振り映ったぞ。気のせいか。んだよ、今から見ようってのに、高橋かな。そういえば、ちゃんと断ってなかったな。ポンタロはしぶしぶスマホを手に取った。もしもし、高橋か？さっきは忙しくて出られなかったよ。よ、何言ってんだおめえ。もうお前ん家の近くに来てるけどよ。近くでフェスでもやってるのか？フェス？そんなのやってねえよ。ん？てか、今日は俺ん家で遊べないって言ってるだろ。なんか言ったらわかるんだよ。
あ、もう見えてきたぞ。じゃあ、切るな。話、聞いてねえな。なんなんだあいつは。まるで自分以外の他の誰かと話しているみたいだったぞ。それに、ついに来てしまったか。せっかく来たのを断るのもな。休み明け、気まずいし。そう思いつつ、重い腰を上げようとしたとき、後ろに気配を感じた。これネットフリックスじゃなくてテレビの画面に映ってるんだ、あの、暗い。あれ、体が動かない。ポンタロウは真っ暗なテレビ画面に目を向けた。にゃあ、いる！お邪魔してます。うわあ、助けてくれよ、高橋！高橋死んだって。おい、ちょ、もう一回、行くか。じゃあ、遊べないと断るか。これだけなんかね、ちょっと違うっぽいもんな。もっと強めに、断らないとな。高橋、今日俺んちで遊べないわ。てか、高橋と遊べないわ。え？ごめん、高橋。やべ、強く言いすぎたか？そんなことよりも、お土産、決められないから、どっちも持っていくわ。高橋。店員さんよ、これをよ。なんかもう高橋かわいいな。会話をご了されてとんでもないことになってしまった。おとなしいやつかと思ったけど、店員への態度、でかかったの、ちょっと嫌だったな。確かに。店員さんよーってのがちょっとな、気に食わんのよな。数分後。あ、なるのか。高橋が来たのか？いや、それはありえないな。でも連打されてるんだけど。で、電話がかかってくると。また高橋か？でも、玄関の方でも待たせてるし。え？じゃあ、電話に出る？殺すって言われるんだよな。もしもし、高橋？悪いんだけど、俺んちで遊べないんだわ。高橋？聞こえてるのか？やば、殺すって言われてる。え、殺すって言われたか？でもそんなこと言うようなやつではないはず。非通知だから高橋じゃない可能性が。で？人影はなかった。帰っちゃったかな？ま、いっか。ね、振り見に行くか。いや、いるんだよな、なんか。いいんだよ、高橋か。今から見ようってのに。高橋かよう。もうお前んちの近くに来てるけど、近くでフェスでもやってるのかな。フェスってなんだよ、フェスって。てか、今日は俺んちで遊べないって言ってるだろ。なんか言ったらわかるんだよ。なんか、ここも変だよな。ついに来てしまったのか。それに遊ぶなんて一言も言ってないぞ。まあ、でも電話に出ると、一応高橋に会えるんだよな。手土産を持った高橋がいた。よう、邪魔するぜ。よう、来たところで悪いけどよ、帰れ。ん？ん？ポンタロウは、高橋の手土産に目が行った。おい、高橋が持ってるそれって、あれ持ってきたんだお前。何これ、呪いって書いてる。ああ、この部族の仮面のことか？これはな、こんなのいらねえわ。いや、そっちじゃなくて、それって、もしかして、え？ローストビーフ丼か？え？うわ、うまそう。そうだけど？なんだ、もうそれ持ってくるなら早く言えよ。現金のやつ。ポンタロウは、高橋を足早に家に招き入れて、日が暮れるまでコサックダンスをして遊んだ。何やってんだ俺ら。何やってんだ俺らは。今日は楽しかったよ。また来いよ。おう、今日は面白かったぞ。そういえばよ、俺以外に呼んでた人たち、結局来なかったな。ん？え？
え、謎？ノーマルエンド達成。おめでとうございます。はい。新たに、高橋視点をプレイできる、電話をかけるが追加されました。何それ？トゥルーエンドまで分かりました！じゃあ、高橋の視点でやってみよう。だって、おかしかったもんね。何回も電話して、なんかこう、いいよとか言ったり、ダメって言ったり、変だぞとか、フェスとかさ。もし、本編、電話に出るをクリアしてない人は先に本編をクリアしておくと、より楽しめると思います。本編クリアしてなくても、この話遊べるの？まあ、いいや、続けるでいこう。主人公だった名前、お、いいね、ポンタロウだよ。ポンタロウです。このなしか、ありえねえ。ある日、夏休み始まってから、だいぶ経ったし、夏できることは大体やったな。あ、そういえば夏休み前に帰り道をストーカーしてたポンタロの家に行ってないな。お前、お前さらっと何してんだよ。お前ふざけんな。さらっと何言ってんだお前は。いきなり行くのも失礼だから電話かけるか。あいにく高橋は電話かける機器を家に持ち合わせていなかった。あ、そうなの？お前スマホとか持ってねえんだ。確か10キロ先の山に公衆電話あったかもな。ちょっくらかけてくるか。遠いなぁ。お前、どこで住んでんだ？高橋は財布を持って探しに向かった。30分後。あれ、だいぶ走ったけど、全然見つからないぞ。通り過ぎたか。お前、10キロ先の山の中30分で行けんの？走って。やばすぎるでしょ、お前。やべえな、お前。町からだいぶ離れた場所に着いた高橋は途方に暮れていた。さらにそこは地元では有名な心霊スポットであった。夏なのにちょっと涼しいぜ。ん？あれは公衆電話だ。山奥にあるからすげえ汚いぜ。公衆電話の中には見覚えのある人がいた。え、これ見覚えあるの？あれは確か、あ、ポンタロウをストーカーしていた時に、一緒にストーカーしていた人たちの中にいた女の人だ。ちょっと待って。俺何人にストーカーされてるの？一緒にストーカーしていた人たちの中にいたって、俺何人からストーカー受けてんだよ。声をかけられて、気づいた女性は、公衆電話から姿を消してしまった。え？すげえ！足、はい！バカっぽいな。短距離の選手だったのかな？絶対妖怪でしょ。女性のいなくなった公衆電話の中を覗くと、ガラケーが落ちていた。ガラケーが古いな。おー、ラッキー。これで電話をかけられるぜ。公衆電話あるんだからそっちでかけろよ。ここからかけるか。しかし電話は繋がらなかった。え？お、出ないな。番号間違えてたかな？ストーカーしてた時に手に入れた情報だからな。もう一度かけてみるか。俺の電話番号すげえ流出してるな。ザザ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 。よう、高橋だけどよ、ポン太郎。今からお前ん家遊びに行ってもいいか？いいねー。ハンダー。ハンダ？てか、あ、そうか、てか、そんなことよりよ、お前ん家遊びに行ってもいいか？みんなで遊びにおいで。え？みんなって、もしかして、ストーカー仲間たちのことを言ってるのか？なわけねえじゃん。おい、俺らと遊ぶか。じゃあ今からお前ん家に向かうわ。そうか、俺と遊ぶかじゃなくて、俺らっていうのも変だったのか。電話を切った高橋は、猛スピードでポンタロの家に向かった。人ん家に行くから何か手土産が必要になるな。ん？山を下っているところに、この山の除霊をしに来ていた除霊師に遭遇した。やべえ、山じゃねえかよ。
お、バーケー。もうスピードで山を駆け下りてくれ。もしや幽霊か。いや高橋だよ。よう、俺高橋。なんかいい手土産売ってくんねえか。てか、こんな山に何しに来てるんだよ、おっさん。こいつのコミュ力お化けかよ。この幽霊、物を要求、しかも買い取りも。もしやこの地域にいる都市伝説の複合体ターボブックオフ小僧か。なんだよそれ。いや、でも人間という可能性が。高橋はどっちなんだろうな。何持ってるか見せろって。怖えな、ヤンキーじゃん。あ、はい。高橋の目の前に、序列の効果を持つ部族の仮面と、昼食のローストビーフ丼を差し出した。これかー。ありがとな。でも、どっちが喜ぶのかな。俺的にはローストビーフ丼だけど、もしや、ここの都市伝説たちの土産ならば、この仮面を持っていかせればいいじゃないか。仮面がよろしいのではないでしょうか。まあ、本人に聞いてみるか。テレパシーが何かを使うのか。で、電話か。ガラケー、もしかして。都市伝説の一つの大量ストラップガラケー女の音量も合体しているのか。何でもいるんだな、この山。よう、ポンタロウ。お前ん家向かってるんだけどよ、何か手土産持っていこうと思ってよ。今店にいて、右のやつか左のやつかで迷ってるんだけどよ、どっちがいいかな。どっちでもいい、とっとと来いや。こんな電話してないよ。おう、わかったよ、店員さんよ、これをよ。これをよ、どっちもください。断ったら呪われるに違いない。どっちもタダであげる、あるよ。もういろいろなんだよ。おう、ありがとうよ、おっさん。そう言って高橋は仮面とローストビーフ丼を持って山を降りていった。仮面も効かぬというのか。まだ修行が足りぬ。あいつ人間なんだよ多分。この除霊師は後の最強除霊師チャブカワ救援になったら。除霊できてるの？なんか見ちゃいけないもん見えてるんじゃない？大丈夫？シャブカは。なにこれ？高橋はポンタロの家の近くまで来ていた。オレンジこんななの？なんか。いっぱいいるんだが。確かここら辺だったよな。高橋は会うのが待ち遠しくて電話をかけた。ザザザザ。早く来て、玄関開けさせろ。出ないと。よう、この仮面とローストビーフ丼持っていくからな。そう言って高橋は電話を切った。一方、その時ポンタロウには、もしもし、高橋、悪いけど俺んちで遊べないんだわ。高橋、聞こえているのか。あ、殺すか。あ、殺よう、この仮面とローストビーフ丼持ってっからな。殺すか。高橋はこのように伝わっているとは知らずに家に向かった。でもこのザーザーザーっていうのは盗聴器か何かでさ、妨害電波出てるとかじゃないの。こう混戦してる的な。もう少しだな。なんか右にやべえのいるんだけど。お、なんだこれ、めっちゃ人いるじゃん。映画の初週の休日ぐらいいるじゃん。ちょっと待って、なにこれ。これ全員俺のストーカー。なんかピッコロさんみたいなのいるんだけど、左に。ナメック星人いるんだが。なあ、お前もポンタロウさんち、あ、ポンタロンちへ行くのか。高橋が大勢いる一人に近づくと、そのあたりにいる人たちが消え去ってしまった。ゴキブリじゃねえか。人が消えた？すげえ、みんなマジシャンなのか。こいつは底抜けのバカだな。そのことを伝えたい高橋は電話をかけた。その際、周りにいた幽霊たちは仮面の除霊の力によって苦しめられていた。その仮面置いてこい。すげえいる、なにこれ。
やべえやつだ、高橋。なんかホムンクルスみたいになってるな、みんな。よ、何言ってるんだ、おめえ。もうお前んちの近くに来てるけどよ、近くでフェスでもやってるのか。いや、だからこっちに来るな。お、もう見えてきたぞ。じゃあ、切るな。結果的に高橋のおかげで助かったのかな、俺は。俺のオレンジ、何これ。なんだよ、俺のオレンジって。なんかいるな。通ってきた道にいた人たちは、一人残らず消えていた。あれ？さっきいたマジシャンの劇団はどこ行った？あ、ストーカーしてた女の人。もう家に着いていたのか。おーい。そう言って近づくと、こちらを見りゃいなや、消えてしまった。こいつもマジシャンだったのか。多分、家のトイレとかにイリュージョンしてるんだろうな。ああ、でも背後にイリュージョンしてきたもんな。疑問を持ちながらもインターホンを押した。すると、家の中からこちらへ向かってくる足音が聞こえてきた。喜んでくれるかな、この土産。豆腐。俺らってやつはどうなってんだよ。豆腐。玄関の扉が開くと、こちらを作り、笑顔で見てくるポンタロウがいた。ポンタロウ。よ、邪魔するぜ。トゥルーエンド夏の思い出はローストビーフ丼食べてる。やったぜ。結果的に高橋のおかげで助かったってことかな。あ、こちらこそありがとうございます。まあでもなんかさ、ストーカーしてたけど高橋いいやつだったな。でもなんか、その、俺も人間だしさ、ちょっと一言言いたいのは、高橋がすげえ可愛い美少女だったら、もっと良かったかなって。こいつ、ヤンキーっぽい兄ちゃんなんだよ。高橋可愛かったけど、こいつじゃ燃えねえ。というわけで、よう、今からお前んち遊びに行ってもいいか？こちら終了となります。どうでしたかね？面白かったですね。めっちゃ怖かったし。高橋、ずっともだからな、俺とお前は。そんじゃあまた次回、別の動画とかでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。ずっともだぞ、お前。